はい、皆さんこんにちは、コヘイでございます。今回はですね、ちょっとしたまあ雑談形式の動画となるんですけれども、まあね、毎週土曜日ね、虹ヶ崎学園の2期、アニヶ崎2期がですね放送されております。はい、まあ先週ね、霞ワンダーツアー、まあこちら、第10話だったと思いますけれども、第10話がですね放送開始されまして、まあ放送されましてね、まあご覧になった方多いんじゃないかなと思います。はい、まあこちらのお話ね、まあカスミンが一応同好会の部長としてね、いろいろみんなを率先してこういろんなところに連れて行ってね、親睦を深めさせようというね風に思わせておきながら、まあ部長としての威厳を発揮するんだ私はみたいな感じのちょっと可愛らしい企みをね、まあ持っておりまして、で結果的にまあ最終的にはね、まあ横浜のね港未来とかいろいろみんなで巡ったりとかして、そして鎌倉の、しずくちゃんの家に行ってね、でお泊まり会なやとかして、で鎌倉いろいろ巡って、まあ最終的にみんなね、絆深まったよねと、13人で絆深まりましたよねということで、そんなね絆を深まるようなそういうツアーを組んでくれた、まあカスミンさすが部長だねみたいな感じで、まあみんな円満に終わるわけでございますよ。そしてね、ランジュが記念撮影ね、みんなで写真撮ろうよみたいな感じで写真撮ったわけでございます。ここでですね、まあすでにねツイッターで言われてることでもあるんですけども、気づいたこと皆さんございませんかね。まあしずくちゃんでございますよね、大阪しずくちゃん、演劇が大好きな、演劇部にも所属している、まあ舞台女優と言ったら大げさだけど、まあでも実際舞台女優のような活動も行っていると、はい、舞台女優のような活動も行っている、まあまさに女優、演劇が大好きな人でございます。そんな大阪しずくちゃんは鎌倉に住んでおります。そんな鎌倉に13人で今回いろいろと巡ったわけでございます。13人で鎌倉を巡ったわけでございます。はい、鎌倉殿の13人ね、今ちょうど大河ドラマで、今年放送されておりますけれども、13人の鎌倉殿の13人ですね。はい、こちらが放送されております。もうこのカスミンワンダーツアーのお話、絶対鎌倉殿の13人に意識してるでしょうということでですね、まあ、今回はね、そんな大阪しずくちゃんがね、まあ、演劇をね、演劇が大好きな大阪しずくちゃんが住んでる場所が鎌倉であること、そんな演劇が大好きな大阪しずくちゃんの家が鎌倉にあって、その鎌倉の家に13人がお泊まり会して、13人が鎌倉を巡ったという、もうまさに大河ドラマに完全に寄せてるだろうと、狙ってるだろうというふうにですね思わせるようなお話をですね、まあちょっとね詳しくね、これについて話していきたいなと思います。まあ以前もですね似たような話でね、例えばラブライブスーパースターがですね東京オリンピックにのちょっとオマージュ、パロディをしてるんじゃないかっていう、まあね、オマージュですよね、要はオマージュしてるんじゃないかっていう風な話もしましたよね。スタートトゥルドリームスが東京オリンピックに酷似してるっていうので、まあ言いましたけれども、まあそれと似たようなお話ですよね。はい、まあ既存のそういうドラマだったり何かイベント、大型世界的なイベントだったり何かをこうオマージュするみたいな感じのことでございますけども、まあそもそもね、13人の、まあ鎌倉殿の13人っていうのはですね、そもそも平安時代から鎌倉時代にかけて、ね、描かれた、まあ、NHK の大河ドラマ、まあ、長編ドラマでございますけれども、で、13人ね、この鎌倉殿の13人って、そもそもこの13人っていうのはですね、まあ、鎌倉時代、鎌倉幕府にですね存在した、まあ、13人の合議制っていうですね、まあ、今でいう国会みたいな、まあ、国会とはちょっと違うんですけども、まあ、立法、行政、司法のですね、三権の全てにおいての最高機関みたいなものだったんですけども、まあ、これがですね、13人の、まあ、由来、13人の合議制っていう、まあ、その大河ドラマの13人の由来になってる、言葉なんですけども、まあ、制度なんですけれども、まあ、そんなですね、13人、まあね、同好会においての全ての指揮をつかさどってる、まあ、指揮をつかさどってるというか、自分たちのスクールアイドル活動によって同好会がどうなるかという、まあ、まさに虹ヶ崎学園の、学校のね、看板も背負ってると言ってもいいぐらいの、やっぱり13人でございますよ。今やね、スクールアイドルっていうのは、もう学校でアイドルって言われてるぐらい人気なコンテンツ、人気なね、ラブライブにおいては人気なものですから、まあ、そんなね、鎌倉殿の13人とうまいことかけてるんだなというふうには思いましたけれども、まあ、それ以上でもそれ以下でもないんですけどね。はい、プラスアルファで、例えばなんだろう、ドラマ、大河ドラマの中のね、とある場面と一致してるとか、そういったものはなく、アニメ内ではですね、
まあ、例えば鶴岡八幡宮行ったりですとか、これといってね、何かそういうプラスアルファで大河ドラマ、まあ、たまたま13人がね鎌倉を訪れただけかもしれないし、まあ、でもこの時期にね、今ちょうど大河ドラマやってるタイミングにねこれやってるってことなんで、まあ、ちょっと狙ってるんだろうなとは思いますけれども、なかなか面白いお話だったなというふうに思いました。はい、大河ドラマ、まあ、大河ドラマはちょっと関係ないにしろ、あの絆を深めていこうっていう意味ではね、あの虹ヶ崎としての同好会13人としての絆は深まったのかなというふうには思いますし、まあ、実際ね、大河ドラマ、まあ、13人の合議制っていうのでもですね、あの鎌倉幕府においてはもう非常に重要な役割を果たしていた、まあ、13人でございましたので、まあ、それこそね虹ヶ崎の同好会もね、あの虹ヶ崎学園にとってね、まあ、同好会とはいえどね、非常にスクールアイドル活動っていうのは、まあ、先ほども言ったんですけども、重要な役割を果たしているので、学校全体を挙げてね、まあ、まさに行われているお祭り、スクールアイドルフェスティバルも行われているぐらいですので、まさにその同好会の13人が、虹ヶ崎学園全体のね、運命を握っていると言ってもいいぐらいの、まあ、ある意味、大河ドラマの13人と同じような、まあ、役割を果たしてるんだなっていうふうには感じました、個人的に。皆さんはですね、今回のね、その大河ドラマ、鎌倉殿の13人と、今回の13人がね、鎌倉を、しずくちゃんの家のある鎌倉を訪れたということについてね、思ったことなどあればね、ぜひコメント欄に、書いていただけますと嬉しいです。お願いします。皆さんの見解を教えてください。もしですね、この動画がいいなと、グッドボタン、高評価と、あとチャンネル登録、および、メンバーシップ登録などよろしくお願いします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。